の飼い主ほんま。また今日のおやつもマグロ味や。チュールくれるんは嬉しいけど、とりあえずあげとけば喜ぶやろってわしのこと甘く見てんちゃうか。たまには海鮮ミックス味とかカツオ味とか、違った味のチュールも食べたいっちゅうね。ええ加減にせえよほんま。ほんでわしがいざ昼寝しようか思て、ゴロンとしだした時に限って近く寄ってきて撫でて邪魔しよるし。今日はあいつと一緒寝るんやめといたろかな。あの飼い主ほんま、わしが一生懸命研いでせっかくピンピンに尖らせた大切な爪を簡単にパチンと切りよって。ええ加減にせえよほんま。抱っこしたとき背中に刺さって痛い？当たり前やから刺しとんねんこっちは。しっかり爪立てて掴んどかな落ちたら危ないっちゅうねん。あの飼い主ほんま、パカッて音聞こえてきたから猫飼いや思て急いで走っていったら、スイーチキン、なんじゃそりゃ。ほんでこれ小鉄のちゃうでー、あかんでーって。わしが食べられへんのに紛らわしい音鳴らして、ええ加減にせえよほんま。